皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は筋トレ前におすすめの糖質5選を紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。筋トレ前におすすめする糖質5選ということでですね、糖質がなぜ重要なのかっていうものを紹介していきたいなというふうに思うんですけども、糖質っていうのは体を動かすためのエネルギーです。体を動かすためにも脳みそを動かすためにもエネルギーとして使われるのがこの糖質となります。なので糖質がなくなってしまうと頭の回転が悪くなったりとか、体を動かすにもパフォーマンスを発揮しきれない状態になってしまいます。人間の体っていうのはエネルギーを貯蔵してたりもするんですけど、めっちゃ少ないんですよね。その貯蔵できる量っていうのが、食事をとったらその食事を瞬時にエネルギーとして使おうと体は動きます。ということでですね、まず糖質がないとまず体は動けないんですよね。で、貯蔵されてるエネルギーを使い切った後に筋肉とか脂肪とか肝臓、これらをエネルギーとして使い始めてしまうので、言ってしまえばエネルギーがない状態で体を動かし続けてしまうと筋肉が分解されて、筋肉がエネルギーとして使われてしまうっていった話っていうのはよく聞くと思います。なのでそういったところも考えると、やっぱ糖質っていうのは必要になってくるので、まず糖質が重要な点っていうのはそういったところにあります。じゃあどういう糖質を筋トレ前に摂ったらいいのかっていうところなんですけども、糖質といえば炭水化物になってくるんですけど、炭水化物っていうのは糖質と食物繊維を合わさったものになります。この炭水化物にも複合炭水化物と単純炭水化物っていう2種類に分かれるんですけども、この複合炭水化物っていうのが食物繊維が含まれてるようなねものを指します。で、単純炭水化物っていうのがバナナとか果物系に入っていたりとか、羊羹だったりとかも単純炭水化物になります。単純炭水化物と複合炭水化物っていうのがあるんですけども、筋トレ前に食べるのであればこの単純炭水化物を選ぶことをおすすめします。複合炭水化物っていうのは食物繊維が多い、つまり GI 値っていうのが低い食材が多いですね。なんで食物繊維が増えていくと GI 値が低くなっていくっていうイメージをしてもらったらいいと思います。で、 GI 値っていうのは血糖値の上昇レベルを表す数値になるんですけど、なのでお米だったりとかオートミールだったりさつまいも、筋トレの直前に食べてしまうと消化に時間がかかってしまっているので、結局エネルギーとして発生し始めるまでに時間がかかってしまう。また消化に時間がかかるんで、胃に物が入った状態で運動してしまって胃が荒れたりっていうのにもつながったりもしてしまうので、食べるのであれば2時間前、遅くても1時間前までには食べてほしいなっていうふうに思います。30分前とかにお腹空いたから何か食べようってなった時におにぎりとか食べてしまうと消化に時間がかかるんでエネルギーになるのも遅いんで、そこでおにぎりを選択するのはおすすめしません。ではじゃあ何をおすすめするのかなんですけども、1つ目ラムネですね。ラムネはもうほぼほぼ砂糖です。もうすぐに吸収します。なので急に低血糖になりやすい人とかっていうのはやっぱこのラムネを使うと思うんですけど、やっぱ血糖値をすぐに上げてくれるっていうのと、しっかりと吸収しやすいっていうのもメリットとしてあるので、筋トレ前にはカロリーも知れているのでラムネはめちゃめちゃおすすめです。2つ目羊羹ですね。和菓子っていうのはすごくおすすめで、ただお餅ってなってくるともち米からできているっていうのもあり消化に時間がかかってはしまうんですけども、あんこもうこれがめちゃくちゃ優秀なんですよね。羊羹が一番周りに何もコーティングされてない、一番すぐにスンと消化してくれるのが羊羹なんで、羊羹が僕の中ではおすすめです。やはり羊羹はトレーニング中のパンプアップの感覚とかもすごくいいなっていうのも思うのと、大会の時に当日羊羹を僕は持ち歩いたりもするので、持ち歩きも簡単、そして食べやすい、すぐにも食べれてすぐにエネルギーになるから、僕はすごいおすすめしてます。3つ目バナナですね。コンビニでも買える、そしてコスパもいい、食物繊維も含まれてはいるもののエネルギーにもなりやすいっていうのと、やっぱカリウムが含まれているっていうのもあってむくみも取りやすいっていうメリットとかもあったりするので、バナナぜひぜひ取ってみてほしいなっていうふうに思います。4つ目蜂蜜。ほぼ液体なんで消化にもすっごい時間かからないですね。なんか噛み砕く時間もないっていうのと、フィジークだったりボディビルをしてる方っていうのはステージング直前になると固形物は正直取らないんですよね。液体チックなもので取れる糖質っていうのを求め始めるんですけど、そういった時にもよく活用されるのがこの蜂蜜になります。で、蜂蜜って言ってもいろいろね種類がありますよね。生蜂蜜ってなってきたらもうしっかりと金額もいくと思いますけど、やっぱそれなりにものとしてはすごく良くなりますけど、普通に安くで売ってる蜂蜜とかもも結局中に入ってるの水飴とかなんで、普通にトレーニングのエネルギーとしたいのであれば、あんな蜂蜜でも全然大丈夫です。水飴もね、吸収速度も速いので、蜂蜜は取ってもらったらなというふうに思います。ただですね、食べ応えとしては全然ないのと、飲みすぎると胸焼けするっていうのが僕の経験上あるので、そこだけ注意してもらったらなっていうふうに思います。ラスト5つ目はドライフルーツ。もうドライフルーツはですね、より糖度が高まっておりますので、やっぱそれだけ吸収率も上がります。まあいろんなねフルーツもあるっていうのと、バナナとかもそうですけど、イチジクとかそういったカリウムが豊富なフルーツっていうのは、ドライフルーツになった瞬間にさらにカリウムが強くなるんですよ。だから大会当日僕もですね、ドライイチジク、ドライバナナ、この2つはもう常に持ってますってぐらい、水分を体から出してくれる、まあむくみを取りやすくなるっていう効果が期待できるような食材っていうのもドライフルーツにはあるので、プラスアルファも考えながら選んでいただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ただあんまりコスパとしてはね、良くはないので、僕はドライフルーツ食べるんやったらバナナ食べようかなっていうふうにも思ったりもするんですけど、お菓子のようなものが食べたいなって時はドライフルーツ結構食べますね。ドライフルーツはお菓子みたいにいっぱい食べれちゃうんで、食べ過ぎだけ注意だけしてもらったらなっていうふうに思います。今回のですね5品いかがでしたでしょうか。皆さんもね、是非参考に、トレーニング前にしっかりと糖質をとって、しっかりとパンプアップして筋肉を作っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。参考になったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しております。新商品の情報やセール情報なども概要欄に記載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。